まあ、もともと内野手だったんで、はい、で阪神やって外野になって、島野コーチが担当でね、おられて、タイガースファンはね、多いんで、キャンプ地もいっぱいいるんですよ。練習してフライ取れなかった時に、わーとか、頑張れーとか言われてて、まあ、ちょっと僕もニヤッとしながらやったら、島野さんが今度、何がおかしいんだ、まあ、ごもっともですよ。でも、その割にはめちゃくちゃ怖いっていうわけじゃなくて、島野さんが、はい、普通に守備取りました、次の守備位置戻るまでないのに、やっぱりアマチュア野球からの癖でちょっとジョグで帰ろうと思ったら、いやジョグで帰らんで歩いて帰れ。でそれで長くやってると、なんかずっとやっとかないと怒られると思ったら、島野さんがもう上がれ、もう試合だから、試合が上がれ、もう軽く 何本かでいいから、すごく理にかなってて、なんかメリハリのつけ方がお上手というか、そうなんですよ。やっぱりそこで育ってるから、やっぱり一球に対するこだわりとか培ったものがあるので、まあ、そういうところが選手ないなっていう。